これにて福重君の質疑は終了いたしました。次に野田佳彦君、野田君、立憲民主党の野田佳彦でございます。サミット帰りのお疲れのところ恐縮でございますけれども、今年に入って総理た四回目の質疑になると思います。もう顔を見るのも嫌かもしれませんけれども、三十五分間お付き合いをいただければと思います。 私は本来はあの財務金融委員会に所属をしていまして、普段は鈴木大臣と議論をさせていただいております、今回、あの国対委員長からぜひ政治とカネの問題で決算委員会でも質疑をするようにというご指示がありました、理由はですね、政治改革特別委員会に志願して入ったんですけれども、出番が回ってこなかったんです。のがあの抜擢されて これはに来てよかったなと思いました。政治と彼のものでふさわしいかどうか、心配だったんですけれども、自民党の委員の顔ぶれを見ると、下村さん、高木さん、西村さん、萩生田さん、松野さん、かつて岸田内閣を政府、党の中枢として支えたけれども、裏金の問題に関わった安倍派の幹部の皆さんがこぞっていらっしゃいます。加えてその他の他 安倍派のメンバーを加えると、だいたい自民党の委員の3分の1が裏金に関わった議員ですね、元自民党という人たちも委員に入っているんです、無所属で。それは池田義隆さん、4826万の最も高い額のキックバックを受けた人で起訴されました。さらにはは裏金だけではなくて洋上風力のの業界との 自宅収賄罪で起訴された秋元真利さんもこの委員会のメンバーなんですね。まさにこれ、政治と金の問題の総決算をする舞台として、格好の場ではないかと思います。まずお尋ねをしたいのはです、ね、政治改革の議論、約半年間続けてまいりましたけれども、極めて残念なのはです、ね、政治にお金がかかりすぎる、かかるという前提に立ちすぎた議論なんです。 確かにお金かかるんですけれども、かけすぎてるというのが今の弊害だと私は思ってましてね。例えば東京、中国、あの大事な選挙の時期に人中見舞いやってたと。人中見舞いという風習が、まだ東京であるのかと私は思いました。その前には、あの、なんですか、メロンとかね、カニを配ったっていうような事案もありましたよね、かつて。ありましたね。 かけすぎているという問題も、もうちょっと深く反省をしなければいけないんじゃないかと、私は思うんです。でかつて、三、え、十、ー、数年前のリクルト事件の後に、自民党の中では、ユートピア政治研究会という、いわゆる下級武士軍団が立ち上がって、いろいろ政治改革の,あの提案をしたり、自分たちがどうやってお金を集めて、どうやってお金、ね、使ってるかということを公表して、議論の訴状に載せたじゃないですか。 そういう動きが今回、全くなかったこと、残念なんですね。で、私も今日あの朝3時間、朝6時から9時まで、JR の駅前で街頭に立ってきました。これ、38年続けています。私にとっては一番政治をお金をかけないね、運動というのは、体力の限りを尽くして、街頭に立つことです。小川委員長は、これはあの屋内の、屋外の青空集会でしょ。 みんな工夫しながらお金かけない運動もやってるんですよね、そういうそもそものを、時間をかけてやる時間がなかった、時間かけて議論できなかった、これ、ものすごく残念に思うんですが、その辺はあは総理はどうお考えですか岸田内閣総理大臣。あのまあ、まずあの今回問題になった事案の、うん あのまあ、再発防止という観点からも、まあ、政治資金規正法の改正を今国会で実現すること、これはまず大変重要なことだと思いますが、委員ご指摘のように、この国会において、まあ、そもそも論、骨太の議論をするということは大変重要であると、えー、私もまあ同感であります。えー、そして、えー、この国会での議論、振り返りますときに、ご指摘の金のかからない政治と、 ということについて、確か、えー、と維新の委員の方から具体的な、えー、と質問を受けて、私も真摯に対応させていただいた、こういったやり取りがあったことは記憶をしております。あのまあ、いずれにせよ、これ、国民の負託に応える政治を行うためにも、建設的な、そして身のある、のおっしゃるような骨太の議論、 ここれを行うととは重要であると思いますあの私も国会の場等を通じて、こうした議論に真摯に向き合って、貢献していきたいと考えております野田佳彦君あの。骨太の議論、本質的な議論ができなかった理由はです、ね、せっかく政治家からの特別委員会、4月11日に委員会を設置しても、自民党の案がなかなか出てこなかった。 審議がなかなかできなかったとっいうことが最大の問題であってね、あのぐずぐずしすぎたことが、私は審議が十分できなかった最大の理由だと思うんです。で、このぐずぐずというのがね、キーワードでしてね、あの山口夏生公明党代表が6月9日、沖縄の街頭で、自民が具体案を出さず、ぐずぐずし、補選、知事選を負け続けた、国民の政治不信の強さを表していると。 あのジェントルマンの山口さんが、珍しくあの厳しい言葉で批判をされてましたけれども、これは選挙の結果についてぐずぐずなんですよね、で私のぐずぐず感というのは、ぐずぐずしてたから本質的な議論ができなかったこと、これが一番つらいし、加えてね、お尻が決まってて会期末を意識すると、いろんな意見が出てきたとしても、例えば野党の一部の意見は、不足に書き込んだけど、検討事項じゃないですか。 だからこれ消化不良なんですよ個人献金をね、奨励できるように税制の優遇措置を取ることとかね、あのなんか規制法違反した議員がいた場合には、政党交付金を減らすとかね、外国人のパーティーを規制を、外国人が買うことを規制するとかね、全部不足に書いてあるけど、こんなの検討事項じゃなくて、きちっと詰めて本則に入れられるようにするためには、時間が必要だったんだけど、自民党はが遅すぎたから、 こうした議論もできなかったと私は思うんですが、いかがですか岸田総理大臣。えっとまずあの、えー、自民党の案、まあ、提出が遅いという、まあ、ご指摘でありますが、あ今回のうんこのご指,摘されご指摘を受けている、まあ、事案に向けて、我が党としては、まず1月の段階で、えー、法改正を伴わ,伴わずとも、えー、自民党自身で、 えー、変えることができる、えー、こういったことについて、統、ま、則、あの改定等の議論を行って、まずはやるべきことを、えー、自ら実行をしてきました、まあ、その上で、えー、法改正の議論を進めたわけでありますが、えー、一連の事案の当事者であるからこそ、これは理念等に終わってはならないということで、えー、こうしたこのん事案につきまして、 外部の弁護士も交えた聞き取り調査を行う、そして、この具体的な制度課題を明らかにした上で、責任を持って実効的な再発防止改革案を示してきたと考えています。その上で、1月から国会,が国会の議論が続く中にあって、各党からさまざまな具体的なご指摘をいただきました。 今回の事案に直接関わらない政治資金をめぐるさまざまな課題についてご指摘をいただいてきた、こういった中で、各党のさまざまなご意見もできるだけ反映させよう、こういったこの姿勢を持って、最終的な取りまとめに至ったということであります。そういった過程を経て、ご指摘のタイミングで法案の提出と、 いうことになった次第でありまあ、こうした積み重ねがこの国会の議論に貢献できるようにこの法改正の議論自民党も引き続きしっかりと貢献をしていきたいと思っていますいずれにせよ法改正今国会で実現するために自民党としても全力で取り組んでまいります野田君トゥーレイトだったから私は国会主義を妨げたという 認識を持っています全くそれは私、認識が違います。トゥーレイトの上にトゥーリトルだったと思うんです。出てきた案はあまりにも小粒すぎました。それは私はこの事態を賠償化させようとする私は総理の思いがあったからではないかと思うんです。なぜならば、ワーキンググループに総理が指示を出されていますよね。どんな指示かというと、政治家の責任強化と外部監査の強化、 デジタル化の推進、この3つを中心に議論しろと、総理が指示してるんです、この枠内でワーキンググループとしては、やっぱりよく検討されたと思いますよ、まあ、抜け穴もいろいろあったけれども、だけど、大玉が抜けてるんです、もともと、企業団体献金の廃止とか、生活費であるとか、政治活動費、政策活動費、あるいは政治資金パーティーなどの、大玉が抜けた指示を最初にしてる、だから小つぶりになったと思います。問題をね 矮小化しようとする言動って常にいつも総理にあるんです。例えば、自民党の党大会での発言です。一部の派閥の政治資金に関わる問題によって、国民から多くの疑念を招き、深刻な政治不信を引き出す結果になった。一部のという、常に私は矮小化して乗り切ろうとする、そういう意思を感じますけど、だから骨つぶになったんじゃないですか、いかがですか。岸田総理大臣 事態を矮小化しようとしているのではないかというご指摘、これは当たらないと思っています。今回の事案について、事案の当事者であるからこそ、具体的にこうした再発防止策、改善策を取りまとめなければならない、そういった意味で、実効性をしっかりと高めることが必要、高める必要があるという認識に立って、 委員いいご指摘があった3点については、ぜひしっかり取りまとめてもらいたいと、えー、政治家の責任、そして外部監査、あそしてデジタル等を通じた透明性の確保、この3点は、再発防止のためにどうしても必要な課題であるということで、えー、と指示を出したということであります。そしてそれに加えて、1月からこの国会で議論する中で、政策活動費をはじめとする政治,、えー、政治資金、 についいて幅広い議論がこ,の行われましたこうした政治資金に関わる課題についても、どうあるべきなのか、自民党としても検討を行ったところであります。こうした政治資金については、政党の成り立ちですとか、あるいは支援の広がりによって、えー、と立場さまざまであります。具体的な制度を作るということになりますと、 この難しいい調整がが必要ででああっっったたこれが現実であったと今振り返っていますしかし、その中にあっても、調整を行い、できるだけ幅広く各党の意見をこの伺った上で、この意見を反映させるべく、努力を行った、こうしたことであったと思います。こうした議論の経緯、振り返りますときに、決して小粒な議論であったとか、 議論をこの矮小化しようとしたというご指摘は当たらないと考えています<上>野田佳彦君。私はですね、あの再発防止という観点はそれ一つあると思いますよ。だけど、裏金事件が一番の大きな関心ではあったけれども、先ほどあの洋上風力をめぐる、ね、自宅収賄の話なんかをちょっと言いましたけれどもね、あるいはね、あの高級なあのカニを配ったりなんとかって、いろんな話をしましたけどもね。 政治と金にまつわる不祥事がずっと続いていることに対する怒りが国民にはあるんです。そのね、不正の温床となってきたのが企業団体献金ではないかとか、あるいはね、一番使途不明なお金の塊が政策活動費だったりとかね、労働組合が何とかといろいろ言ってる方がから反省がないんですよ。真摯な議論をしているときに、ね、そのほかにね、 あのいわゆる政治資金パーティーの問題はね、これも大きなテーマ、それをきちっと議論のね、相乗に乗せようと、リーダーシップを発揮しなかったから、私は問題賠償化したんじゃないかと指摘をしたんです。で、そこで申し上げたいんですけれども、このね、政治資金規正法、これ、よく読むと、政治家の資産作りに悪用しようと、今、どんどんなっちゃう法律なんです。 政治活動の自由って、よく総理おっしゃいます、政治活動の自由が保障されすぎて、特権になってしまうような、これが法律なんですよね。例えば、企業団体献金は今、個人では受け取れないけれども、政党本部、支部では受け取れるようにする、見直し規定があったけど、ずっと見直ししないまま今日来てて、支部がどんどん増えて、企業献金はそちらが受け皿になってますよね。これ、をどんどんと増えていくと。 それから政治家自身が自分の政治団体等に寄付することによって税制の優遇措置も取ることができる。こういう案件もやっぱりありましたね。それから、あの特に支出についてはですね、ほぼこれ、規制がないんです。だから私的流用とか不正蓄財が起こりやすいことになっている。で親族の企業も優遇することが可能になっているとかね。あるいは たまりにたまった政治資金は、世襲議員はこれ、相続、相続税払えないでね、受け取ることができる、相続することができる、などなど、やっぱり政治資金規正法って、抜本的に見直さなければいけない法律だと思います。で、それに対して、国民は1円たりとも税逃れができないという体制で、今回、まあ、若干の定額、あの減税みたいなのがあるかもしれないけれども、 それに比べれば、やっぱり政治家っていうのは特権がありすぎじゃないかと、そういう思いで怒りを持って見ている面に対しての答えになっていないというところに、私は大きな問題を感じるんです。改めてね、この政治資金規正法、抜本改正を今後、目指すというお考えございませんか岸田総理大臣、えーと。今、委員の方から、さまざ、あ、まな点についてご指摘がありました。これ この国会での議論、今日までの議論を振り返りますときに、委員ご指摘のように、まあ、政治活動の自由と,と,と一方で、えー、国民の政治資金に対する信頼、私的利用なんてことは決してないだ,ないだ,ないだろうと、あってはならないという、こういった国民の信頼の問題、このバランスの中で議論が行われてきたと。 思っていますそしてその中で、今ご指摘になった各論点について、議論が展開された、まあ、こうしたことであったと思っています。これ、政治資金規正法、抜本的に改正するべきではないか、こういったご指摘であります。委員のご、えー、論点、指摘された論点は、この国会の中でも、これは重要な論点だということで、たびたびやりとりが行われた論点であったと思っています。まあ、それについて 一つ一つ、この法律という形でどうあるべきなのか、これは、これを議論してきたのが、この政治資金規正法のこの議論であったと思います。そして、これは、これすべて、これでもって完璧だという法律、これは現実的にこれ、一度に示すということ。 これは不可能であるという中にあって、一つ一つ、現実の変化の中にも対応しながら、政治家として結論を出していくことが重要であると考えています。今回、このさまざまな論点の中で、特に重要な点から、そして再発防止の観点から、この結論を,この出たを得た部分について、法改正を行っているということであります。法改正が 実現した後にあっても、引き続き政治資金について、あるいは政治活動について、政治改革について、われわれは議論を続けていかなければならない、こういった立場にあると考えています佐、はい、田,田君あの。じゃあ、一つ一つの議論の中で、あの政治資金パーティーに絞って、えー、議論させていただきたいと思いますけれども、まあ、対価を徴収する、まあ、催し物ということでございますけれども、まあ、ほとんど、まあ野、野党もやってますけれども、 まあほとんどがね、これ、利益率がやっぱり90%を超えるという、ある種政治家の特権なんですね、これは間違いなく。で、今度、改正案で最終正案の中でね、パーティー券購入者の公開基準を20万円超から5万円超に引き下げることということになりました、これは公明党との合意の下で、そういうことになりましたんですよね。これで本当に透明度が増すのかどうかなんです。例えばですよ あの総理は2022年、広島で3回パーティーやっています、4月、9月、12月と、でこのとき、収入は平均して1500万ぐらいです。で、対価をあの支払った支社,社は500です、どれもこれ、ほぼ500。で、20万円超というのは1社なんですね、20万円超。3回とも1社です、同じ会社でした。で東京では3回パーティーやってます。 4月、8月、12月、収入平均して大体3500万す、すに1回やるたびに、そして支払った社は1000です、平均して1000です。で、20万円超で公開をされているのは、2社2団体ですね、2社2団体、これ3回のパーティー全部同じです、2社2団体なんです。5万円超になると、広島の1社とか、東京の2社2団体、もっと透明で出てくるわけですか。 どうなると思います、実感として、こんなにたくさんパーティーやってるんで、イメージ湧くと思いますけど、いかがですか岸田総理大臣。<laughs> はいあの、実際やった結果、まああのまあ、今、予、ま、断、あ、を持って申し上げるのは難しい部分もありますが、間違いなく、えー、現状より透明度は高まっていくものであると認識をしております田,田君、あのまあ、抽象的に表現されましたけど、私はね、 20万円を5万円にしたって、回数いっぱいやれば、匿名のやっぱり、社になっちゃうわけですよ、公開されないで、という方法があるじゃないですか、多分そういうことになるんじゃないですか、例えばあの5万円超は公表されちゃうと、2万円あの、2枚買ってもらうんだったらいいけれども、今まで買ってた人ともっと買ってた人たちにはやっぱり回数たくさんぱってやることによって、従来の額を、 これ払ってもらうようにするとかね、場合によっては、あの2万5000円を2枚売るようにするとかね、いろんなことしながら、いろんなことしながら、匿名性を確保しようとして、透明度は私はまさなんじゃないかと思うんですよね。これ、何のための改革になるかと、私は思いますで。透明性を欠くことをなぜ続けるのか、でそこにはね、うがった見方になるかもしれないけれども、 外国人の方もまだいっぱい入ってるんじゃないかとか、あるいは国からあの公共事業を受注している企業もいっぱい入ってるんじゃないかと、国から補助金もらっている企業もいっぱい入ってるから、だからこの秘密性を確保したい、だからこそ、こういうところこそ、改革のメスを私は入れなきゃいけないと思ってるんです。いかがでしょうか岸田総理大臣、えーまずあの えー、公開基準を、えー、いくらに置くかあに、えー、という議論において、えー、パーティーの回数を,ひらを増やせば、これはあの、透明度を高めることはできないのではないか、まあ、こういったご指摘は、これ、現状の政治資金規正法においても、これ、同等の問題点を、えー、はらんでいます。えーしかしながら これパーティーの回数を増やすということについて、この1回のパーティーのコストですとか、それから参加者の,この予定の確保ですとか、こうした現実を考える場合に、大幅に回数を増やすということは、現実的ではないと考えています。結果ととしてて今ここのご指摘があっった公開基準を下げることによって この透明度は高ままってていいくここととになると考えていますこのパーティーにおいて、パーティー収入等を通じて、政治活動を応援するというこの側の,この自由と、そして国民の知る権利のバランスの中で、この今回の5万円という基準について、法改正の中に盛り込んだと認識をしております。 野田佳彦君あのパーティーの関係では、特にね、あの一般的な政治資金パーティーだけではなくて、私はあの予算委員会でも、政妊審でも、えー、総理ご自身の総理大臣としての政治資金パーティーについて、何回もあの質問をさせていただきました、えー、そのやり取りの中で、政妊審だったと思いますけれども、<っ>総理は在任中は、もうパーティーはやらないと。 その明言を受けて5月20日の予算委員会で、それはあの去年の、ね、予定したパーティー、延期したやつは本当に中止するのかどうかなどもあの加えて質問しました。なんで私がね、こんなに必要に総理大臣、岸田総理のパーティーを問題視して質問で取り上げるか、それ、理由分かりますか。岸田総理大臣 えっと、あの委員の問題意識あの、委員の心の中までは十分、えー、この把握はできませんが、おそらく先ほど来の、えー、と質疑を振り返りますときに、一、まあ、つはこの政治家の高い利益率の政治パーティーに対する問題意識、そしてもう一つは、 まさにおっしゃるように、総理大臣えというまあ立場においてのパーティーの開催のありようということについての問題意識、このあたりがこ、これを取り上げる人の理由ではないかと、想像をいたしま名、はい、田君、誠倫心のやり取りのとき、ね、こういうことになったんですけれども、その誠倫心の総理の冒頭の あの陳述のところで、あの非常に印象的な言葉を総理おっしゃってるんです。で、それはね、政治は特別なものとの特権的な意識があったとすれば、そうした特権意識を是正しというお話をされてるんですね。私はその通りだと思っているんです。この特権意識を最も持ってらっしゃって、その特権を時の最高権力者にもかかわらず、その特権に あぐらを書いているのは私は総理大臣の政治資金パーティーだと思ったからなんですというのはね、時の最高権力者がパーティー券買ってくださいって言ったら断れない人ばっかりですよばっかりでしょう。だからね、東京で3500万も一回やれば売り上げできるんですそれを年7回もやるとかってのはこれはね、特権にあぐらを書いてのあなた自身だと思ったから その人が火のためになって政治改革の先頭に立てると思わなかったから総理大臣のパーティーをしつこく研究したんですということはぜひご理解をいただきたいというふうに思いますでなおねいわゆる中止報告書を提出しなければならない政治資金パーティーはやらないと明言をしたんですね在任中ねでももしかするとね2022年6月の 内閣総理大臣就任を祝う会、会費1万円、集まった人1100人、任意団体によるパーティーだったんですね、その任意団体から総理が代表を務める政治団体に320万円の寄付があったというような、脱法パーティーです、これ、一種の。この種のことは、これもやらないと明言していただけますか岸田総理大臣。 あの委員のご指摘は、私があの内閣総理大臣に就任した際に、地元の政財界が祝う会として開いた会合についてのご指摘かと思いますが、これについては、再三、これ、説明させていただいておりますように、地元の政財界の皆さんがこの開いた純粋な祝賀会であり、 これはの要は政治団体ではない、この任意団体が開催した、この実質的にも、形式的にも政治資金パーティーではないと説明をさせていただいています、そして、しかしその中にあって、その手伝いを私の事務所の関係者がしたということを指摘されて、これは脱法ではないかというご指摘がありました。これそもそもも 私はそれ以外の政治資金パーティーについては、すべて政治資金規正法に基づいて、届出を行っておりますし、法律に基づいて、すべて透明化を図っております。まあ、この今のご指摘の会についても、任意団体の開催であり、政治資金パーティーではないということを説明させていただいているわけですが、のこの この脱法であるとか、そういったこのお金集めの会であるとしたならば、その会だけ。私がどうしてこの届出をしない必要があった,あったのか、ということについても、再三、御説明をさせていただいております。いずれにせよ、こうした御指摘を受けたことは重く受け止めます。今後、任意団体、この地元の,この関係者が開く会であっても。 こういった疑念を生じさせることは決してあってはならない、この疑念、疑義を持たれるような会合は開かないよう、しっかり、この私の事務所や関係者もしっかりと気をつけていかなければならないと考えております、はい、野田君あの。あえてこれ聞いたのはです、ね、総理大臣のお祝いかだけではなくて、外務大臣のときも、 あるいは内閣府の担当大臣になったときも祝う会をやっていただいて、任意団体やって、そこからやっぱり寄付もらってるんですよ、ずっと。だから岸田式なんです、これは。だからこれはね、抜け道じゃなくて、迂回路です、明らかに。迂回路をみんなやるようになったら、どんな規制やったって意味はないんでね、今ね、気をつけるというお話があったんで、しっかりと気をつけていただきたいと思います。最後ね、私はあのこの議論のプロセスについて申し上げたいんですね。 公明党党首会談をやって、後半にね、ようやく採決の見通しが立って、そして取引可能な野党と議論をして、巻き込んで、そして採決でしょ私はこれ違うと思うんですよ。邪道だと思いますよ。なんで立憲民主党の党首と党首会談やらないんですか。九十四年のね、政治改革関連法のときには、細川さんと河野さんで、6時間協議してますよ。6時間。 ニッチもサッチもいかなくて、硬直着状態になったときに、党首同士で6時間協議して、そして、成案を得たんです。私も政治改革を担当したことがあります。あの、なんとか還元水の頃です。あのときは、6党協議をやってですね、やっぱり自民党と当時の民主党をぐりぐりやりながら、それで5党が賛成する政治資金規正法改正案にしたんですよね。何が言いたいかというと、政治資金規正法とか公職選挙法っていうのは、 当面のライバル、野党第一党と向き合って、そこで一致点を見いだして進めるのが政治改革じゃないですか、与党だけとか一部の野党を巻き込んで、他の法案はそれでいいかもしれない、でもお互いのね、日常活動とか、お金集めとか、使い方とか、選挙活動のルールっていうのは、それはライバルと向き合って議論しなきゃいけないんですよ。それをなんでやらないんですか岸田総理大臣。 あの先ほども申し上げたように、まあ、今回の議論においては、えーと、事案の再発防止という観点も重要でありますが、併せて、えー、政策活動費をはじめとする政治資金について、えー、議論を行う、えー、こうしたことが重要であるという、まあ、国会の議論が、まあ、続いてきました、そしてこの政治資金ということになりますと、政党の成り立ちですとか、 支援の在り方ですとか、この政党によって立場がさまざまでありますので、同じ政治資金の項目について議論をしても、なかなか調整が難しい、こういった現実がありました、だからこそ、この各党の意見、この実務者レベルでしっかりとすり合わせを行わさせていただいた、こういったことでありました。そして、この国会の場でも、各党と議論を行ったわけでありますが、 この我が党の考え方について、えー、といた,だいた質問等については真摯にお答えさしながら、議論を深めてまいりました。そしてなぜ、御、え、党、ーまあの党首とこの党首討論に至らなかったの、党首会談に至らなかったのかということでありますが、この御党からもさまざまなご質問をこのいただきました、さまざまな厳しいご批判もいただきました。 しかし残念ながら、この建設的な意見交換をするということには至らなかった。まあ、そういったことから、この合意に至るような調整に至らなかったことから、党首会談に至らなかった。こういった経緯であったと認識をしております。しかし、いずれにせよ、今後とも御党を含めて、各党ともこの政治改革については、真摯な議論を続けていきたいと考えております。はい、野田義彦君。 あですね、4月28日の補選、そして静岡の知事選、いろんな争点があったかもしれないけれども、政治と金の問題、裏金をめぐる自民党に対する批判票は立憲民主党に来ました。だから、有頂天になっちゃいけません。有頂天になっちゃいけないと思いますよ。でもね、国民が批判をするその視点というのに向き合うには、立憲民主党と向き合って党首会談をやって、一致点を見いす。 苦しくてもそれをやるというのが私は政治改革だと思います。最初からスルーしているというのは私は邪道だと思いますよ。こんな前例を作っちゃだめですよ。与党だけとか一部の野党を巻き込んだだけで、政治資金規正法とか公職選挙法をね、勝手に決めていくなんてことを前例にしちゃ私は絶対いけないと思いますよ。お気持ち変わりませんか。岸田総理大臣。あの、決して、ええー、 ある政党をスルーしたとか、えー、議論から、この議論の対象としなかったというものではないと思います。えー、実,務実務者レベルで各党との調整を行いながら、あのー、この法改正について議論を行いました。えー、この批,判やあの批判もあり、立場の違いがある、まあ、これはそのとおりでありますが、その中でも具体的な一線を調整できるかどうか、これをしっかりと確認した上で、 党として最終的なこの党首、会談をセットしたということであります。いずれにせよ、この各党の意見は今後とも丁寧に聞いていく、こういった姿勢はこれからも大事にしてまいります田中君、あの中身はざる法で、そしてプロセスは邪道、こんなものは認めることはできないと思います国民に真を問うべきだと申し上げて質問を終わります。 この際青柳洋一郎君から関連質疑の申し出があります、はい、野田君の持ち時間の範囲内でこれを許します青柳洋一郎君立憲民主党の青柳洋一郎です20分という時間ですけれども総理どうぞよろしくお願いいたしますえ先週13日衆議院本会議でようやくガザ地区における停戦人道状況改善決議を議決いたしましたが遅きに失しましたえ決議の遅れは 日本が停戦や人道状況を軽視していると誤解を与えかねない事態で、協議を父として進めてこなかった自民党に苦言を呈したいと思います。総理は G7 では、ウクライナについての支援が目立って報道されていますが、これはもちろんとても重要なことですけれども、ガザでの停戦、人道状況改善に向けて、どのような働きかけを行ったのか、お伺いいいしたいと思います岸田内閣総理大臣。 あの先週の G7 プリアサミットにおいて、この、まあ、ガザ地区の人道状況に関するこの議論でありますが、まず私からは、これ、5月31日に、アメリカ、バイデン大統領が、この人質の解放、そして停戦等に関する新たな交渉案というものを発表をしました。 今、この交渉案をめぐって、各国とも今、調整が進められています。私からこの,このバイデン大統領のこの交渉案、これを日本として支持をする、これを改めて表明をいたしました。その上で、人質の解放、人道状況の改善、そして停戦の実現に向けて、国際社会全体の機運を高めることが重要であるということ。そして ご指摘のこのパレスチナ支援について、日本としても今日まで総額1億ドル以上の人道支援、さらには JICA を通じた支援物資の提供、こういったことを行っているわけではありますが、日本としてこれからも積極的に関与していく、こういった点について、議論の中で発言をした。 ああこうしたやり取りを行った次第であります。阿部、はい、君、はい、政治改革について伺います。自民党の裏金問題、いまだ全貌が明らかになっていません。組織の不祥事や危機管理対応は原因の徹底究明、第三者による調査と再発防止策の策定、そしてトップの責任です。この三つが必要ですけれども、自民党は一つもやってないのではないかと思います。真相解明に蓋をして。 中途半端で抜け穴だらけの法案になっている。パーティー券購入者の透明化、はい、連座性強化、政策活動費公開中止、こうした問題を挙げればきりがないほど、肝心なところは今後、検討、先送り、オンパレードですよ。これだけ問題を起こしているのに、政治と金の問題、この改革に後ろ向きにしか移りません。はい、そしてこれだけ抜け穴だらけの法改正に、 半年以上、費やしている。私の地元、回っていると、まあ、怒りを通り越して、呆れている、そういう声も届きます。実際、身内であるはずの自民党議員や地方議会、連立パートナーの公明党からも、公然と退陣要求や批判が出ています。これは先ほど野田元総理が述べたとおりです。公明党の山口代表もぐずぐずしているから選挙で負け続けと言っています。自民党浜田国対委員長 トップの責任の取り方が試,試される、つかさつかさにいる人間が責任を取らず、ここまで来たのが一番問題。自民党神奈川県連、県連をなめている、完全に信頼を失墜した、これ、なめているのは県連じゃなくて、国民をなめているんだと私は思いますけれども、自民党横浜市連、佐藤会長、総裁自ら身を引く決断をすべきだ。 そしてこの発言に菅前総理も理解を示したとされています。自民党麻生派議員、昨日、パーティーをしたそうですけれども、対人論、これを言っている、ほかにも挙げれば切りがないほど多数ある、これも政権末期ではないですか、受け止めをお聞かせください岸田総理大臣。あのご指摘のような、さまざ、あ、まな声が、えー、この、 党のま内外からあるこのことは謙虚に受け止めなければならないと思いますそして今後もま政治改革車座対応をはじめこのま地方に自ら出向いてさまざまな意見を伺っていきたいと思いますそうした声をしっかりと受け止めながらま自分自身として どうあるべきなのか、どういった責任を果たしていくべきなのか、これをしっかりと考えていきたいと思います。そしてこうした声を声を受けて、まあ信頼回復に取り組んでいかなければならないわけでありますが、この政治の信頼回復に向かって具体的な取り組みを進めていくこと、これはもちろん重要なことであります。しかし一方で政治に課せれ課さ課せられたさまざまな この国民の期待、この命や暮らしを守るために、経済をはじめ、さまざまな政治課題にしっかりと結果を出してもらいたいという声にも応えていかなければならないと思います。政治の信頼回復と合わせて、国民の命や暮らしを守るための、この政治の取り組みにおいて、具体的な結果を出していく、この両方を進めていくことによって、 政治の本当の意味での信頼回復につなげていきたいと考えております総理は最初、聞く力を売りにしてました、そして今、政治課題、結果を出すと言いました。であれば、この抜け穴だらけの政治改革法案の抜け穴を塞ぐのが、塞ぐのが一番最初にやるべきことなんじゃないでしょうかそして、自民党、組織的、継続的に裏金を作っていた自民党議員85名です。 有罪が確定し、辞職するそういう議員も出ました。それでも政治倫理審査会で弁明したのは、衆議院で総理を入れてたったの7名だけです。後の方は、今日この会場にもたくさんいらっしゃいますけれども、弁明を拒否されている。収支報告書の訂正も不明とだけして修正した。こういうことがたくさん発生しているわけです。我々国会議員は法律や 社会のルールを作る立法府の一員で、税金の使い道を決める納税者の代表でもあります。裏金議員が国会に出席し、予算、立法作業を行っている、私はそんな資格ないと思いますよ。国会の品位や権威にも関わる、こういう事態だと思いますし、何よりこんなことを続けていたら、こんなことを許していたら、社会がねじ曲がるというふうに思います。総理いいかかが思いますか 岸田総理大臣まず、今回の事案につきまして、事実関係については、検察による厳正な捜査が行われ、そして、この当事者自身による会見が行われ、自民党としても外部の弁護士等を交えた聞き取り調査を行い、こうしたことを通じて、 事実関係の整理を行ってきたところであります、まあ、その中で、派閥、すなわち政策研究団体の,この政治資金規正法の規制がそもそも緩かったですとか、厳格な規制の対象となる国会議員関係政治団体についても、外部監査の対象は支出のみで、収入は監査対象外であったとか、 あるいは不正の温床となる現金管理が許容されていたとか、あるいは国会議員の,その責任が不明瞭であったとか、まあ、具体的な制度課題、これが明らかになり、まあ、それを受けて党の改革を行い、そして関係者の政治責任を明らかにし、そして今、法改正の議論に臨んでいる、まあ、こうしたことであります。 まあこうした取り組みを進めることによって、自民党自身も変わらなければならない、そして政治全体の信頼回復にも努めなければならない、こうした思いで、取り組みを一歩一歩進めてきたところであります。あのこの議論の中にあって、御党はじめ、各党からもさまざまなこの建設的なご意見もいただきました。それもしっかり踏まえてまあ今 政治資金規正法のの改革の議論に臨んででいるわけであります、まあ、この法改正、ぜひこの国会で実現したいと考えておりますし、今後ともこの議論の中で、引き続き議論しなければならないとされた項目については、各党、各会派と議論を続けていき、そして信頼回復の道、決して、 名前優しいものではありませんが、自民党としても努力を続けていきたいと考えております長君国民の信がなければ、政治は政策は前に進められないと思いますけれども、今、総理が述べられた今般の政治改革関連法案を成立できたとしても、世論調査で明らかなとおり、この抜け穴だらけの法案では何も変わらないと、多くの国民が思っているし、 最初に申し上げたとおり、何よりも原因、実態解明、全く進んでないんです。これでは国民の信頼はいくらやっても取り戻せないというふうに思います。政策と決算の話をさせていただきたいと思います。岸田政権は、新しい資本主義、異次元の子育て、火の玉の政治改革、いろいろぶち上げていますけれども、どれも、 私から見たら掛け声倒れで眼鏡違いでした。一方、本当に異次元なものもあります。予備費と基金です。これは異次元ですよ。異次元の積み増しと使い道が状態化しています。パネルを見ていただきたいと思います。2020年から2023年までで、予備費は30兆円強積んで、23兆円強使い、 そして7兆円弱、扶養額となってます。完全にたかが外れてる。これまで通常予備費は1年間で5000億程度しか積んでない。今もう桁違いに積んでるんです。そして、閣議決定で予備費は原則、会期中は使用しないことになってますけれども、使用しまくってます。さらに握手は、一番まずいのは、年度末に使用を決定して、会期中ですよ。 年度末に使用決定して、翌年度払いやってる、これ、禁じ手中,中の禁じ手だというふうに思います、脱法という声もありました。また、ウクライナ予備費、これ、令和4年、5年と、2年連続で1兆円、5000億円と積んで、全く使用してないんです、これ、子ども・子育て支援金より多い額積んでるんですよ、全く使用してない。 決算剰余金として、その後防衛財源にこっそり当ててるんじゃないかという指摘もあるんです。この異次元の積み増し、禁じて常態化してますよ。総理、これおかしいというふうに思いませんか時間がないので、もう一つ、一緒に聞きます。もう一つの異次元は、基金です。パネルを変えてください。基金は、一旦積んでしまえば、 国会の監視がなくなる、行き届かなくなって、運用と評価がめちゃくちゃ緩みます。そして各、各省こぞって基金を設立し、補正予算でどん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 積み増しているんです。結果、二千二十三年度末時点で、基金数は二百にまで膨れ上がり、残高十七兆、十七点四兆。ここまで水膨れしているんです。 そして我々立憲民主党と衆議院調査室で精査したところ、この基金の不必要額は10.3兆円にもなっております。そして、全く事業を行ってない、全く事業を行ってない基金が21もありました。財政赤字が厳しくて、国民負担が増加している。そして、格差と貧困、これが固定化されている時代にですね、 われわれ立憲民主党はもっと子育てとか、教育とか、介護とか、住宅支援とか、ベーシックサービス、これ、充実させるべきだということをこの国会でも何べんも言ってますけれども、こんな異次元の禁じ手、予備費、基金、これ、常態化させている、これは財政民主主義の破壊につながる、有識事態で、われわれは看過することはできません。特に予備費の問題、これ、今日会計検査院委員長来てますけれども、 会計検査院も問題を指摘してますよ、強い言葉で。そして、我々国会として本日の議決文にも明記をさせていただきました。総理、この基金、そして予備費の積み増し、禁じてもうやめるべきじゃないですか。岸田総理大臣えと。まず予備費について3点ご指摘がありました。 この予備費の計上額、課題ではないかというご指摘でありますが、予備費、これはの予見し難い予算の不足に充てるために設けられた制度であり、これまで新型コロナの感染拡大、あるいは物価高騰といった予測困難な事態に対して、万全の備えを講ずるため、一定規模を計上したものであり、 国民の暮らしを守る観点から、予算措置の在り方として、適切かつ必要な対応であったと考えています。そして次に 国会会期中の予備費の使用、これを下げるべきではないかという指摘についてはこ、これまで国会開会中の予備費を使用した諸説策は、閣議決定で定められたルールにおける予備費の使用によらなければ、時間的に対処し難いと認められる緊急,緊急な経費に当たるものと考えており、その必要性や緊急性等に照らして、問題はないものであると考えております。 そして最後に、年度末に使用決定した上えで、えー、翌年度に繰り越して使用を行うのは不適切だというご指摘、これ、予備費の使用にあたっては、その緊急性等に鑑み、予備費に対応することが不可欠と判断し、使用決定したものでありますが、ただし、執行のための手続きに不足の時間を用意したために、事業開始が遅れ、次年度に繰り,返繰り越さざるを得なくなった、えー、事業もあったと。 というこ,とこれはまあ事実であり、そうした経緯については、えー、事業を実施する省庁において、丁寧に説明責任を果たしていただき、政府全体として適切な対応。 これを行っててまいいりたいと考えていますそして基金の方でありますが、基金、これは科学技術の振興や経済安全保障など、中長期的な国家課題に対応するために、各年度の所要額があらかじめ見込みがたいなどの法令上の要件を満たすことを確認した上えで、事業の性,格性質を踏まえつつ、真に必要なものに限って予算措置をしているところでありますが、 まあ基金については、デジタル行財政改革会議および行政改革推進会議の下で、基金への新たな予算措置は3年程度にすること、また足元の執行状況を踏まえた合理的な事業見,事業見込みを算定し、保有資金規模が適正なものとすることといった方針に従って、これ、すべての事業について徹底的に点検、見直しを実施し、そして、 五千四百億円を国庫返納予定額として発表したところであります。会長、あえい君、まあ今の答弁、私、全く納得できないし、時間があればね会計検査院の委員長。来てくれるから、コメント求めたいところです。けれども、時間がないので、次に行きます。もう一つ、残されている課題。今回、メスが入らなかった。自民党への多額の企業・団体献金です。五月七日の東京新聞の報道で。 業界団体や大手企業の献金の一例が示されました。自動車工業会7800万、電気工業会7700万、2000万以上の企業団体献金が30以上あり、さらに別途これとは別にパーティー券の購入もある。献金の見返りなのか、法人税実行税率は平成元年の51%から現在29%まで引き下げられ、さらに 資本金100億円以上の超大企業の平均法人税率は16.3%で、5億円以下の中堅企業の税率27、27%よりも負担率は低くなっています。一方、平成元年に導入された消費税、これは逆進性つまり所得の低い人ほど重税感がある消費税、これは10%まで引き上げられて、 今や税収トップの兆円ですこれは私は自民党と権力の、自民党の権力と金の分かりやすい構造の一例じゃないかというふうに思ってるんです。単税力のあるところに負担をお願いするというのが税の公平中立の原則、そこから外れた政策を打ってきた結果、我が国の税による再分配効果は6.4%で、これ、先進国。 最下位ですよ受けられるサービスが削られて格差と貧困の固定化という行政だけでは解決できない新しい不安に覆われてしまったのが今の日本の社会の形です総理これ直視していただきたいと思います他方個人金融資産企業の内部留保など民間資金外貨国有財産合わせれば1万2000兆円 1> 1円以上とも言われていますこの1桂円の資金の1%を活用するだけでも国家予算です。この資金を産学、官 NPO、上げて有効に活用し、先送りできない社会課題を解決する仕組みを政治のリーダーシップでつくるべきではないかと思います。これがインパクト経済です。本日の議決にも盛り込みました。これこそ私は真の新しい資本主義だと思います。公平中立な税制の 再構築とインパクト経済の推進、これに取り組んでいただきたいと思います。答弁を求めたかったんですけれども。時間が参りましたので、残念ながらこれで終えたいと思います。ありがとうございました。この際、伊坂信彦君から関連質疑の申し。